え、めっちゃ綺麗。いいんですよ、シュワシュワ、色が綺麗。ごま？シーザー？違う、なんかでも酸っぱ系のシーザー。あ、シーザーなんだ。酸っぱ系のシーザー。そう、うん、なんか好き。ネン君のこの場が今月で26で、バッターが5月って言われてるから絶対6月なんだよ。長すぎて無理なんだけど。事務所でかぶせないってこと、え、ずっと1位になってなりそうじゃん。知らない過去がありすぎるから。それはある。なんかせめて 1,2 年だったらまだ。え、どうなってんの。なんかでっかいフォアグラみたい。熱々、めっちゃ湯気出てる。美味しそう。すごい。めっちゃ食べてる。これ何なんだろう。何ソース。うわ、ミートパイでもよかった。なんだよ。うん、うん、ちゃんとミート入ってる。うん、どうすか。美味しいです。あ、マッシュポテトも美味しい。うん、なんかもちもちなんだけど、うん、え、おいしい。じゃ、漏れ出ちゃった。めっちゃ漏れてる。切ない。うん、肉がおいしい。ラメルなんたらもおいしそうだった。ね、あれね、おいしそうだったよね。気になる。いいな、こんなの近所にあるの。駅前にこれあるってすごくない？すごい。そうするよ。確かに。ちょっと食べる？ミートパイ。ごめんなさい、現金です。現金持ってる。あるよ。よかった。また後で下ろすね。今500円しか本当に持ってないから。私もあって思った。よかった、持ってて。ありまして。このソースを伝達するのです。マッシュポテトもあげる。はい。以上と。え、美味しそう。美味しそう、これ。美味しかった。なんかもちもちじゃない？もちもち。ラザニア。うん。うん。うん。え、ラザニア美味しい。うわ、え？ビン。何乗ってんのこれ。バジル。わかんない。うん。これで違ったらどうしよう。あ、ある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 。めちゃめちゃある。入る？入る。持ってるね。あ、そうだね。うん。読むんだろう。すんごいワイン。
ハッピーバースデー。唐突すぎた。なんでさ、動画撮り始めたのかなってすごい思ってたんだけど。ありがとう、うん、ありがとう、ね、うん、アリンちゃんがモデルしてんのよ、うん、それで使ってたやつを買ってみた、うん、ありがとう。ちょっとオープンしますね。すごいローラメルシーさ、このお店の店員さんが怖くて入ったこと。私も初めてかも、ありがとう。え、富士山のもったいないの写真撮ってからにする。なんか色もアリンちゃん使用色だった。ありがとう、うん、嬉しいです。当日にあげられなかったって言われて匂わせを知らなかったマジで。ニューシナがあれば私も、あ、ペイン、これあれだ、ペインのやつだ。あ、知ってる知ってる知ってる。これ欲しかったんだよ。本当多分使用色だったけど使いやすいから使えると思う。いや、これさ、アリンちゃんのだよね。アリちゃんの、そう、え、めっちゃさ、スクショして買おうと思ってた。よかった、よかった。ローズ、なんだっけ、ローズ、ローズなんちゃらだよね。ローズヌード、ヌードローズみたいな。え、スクショしてたよ。おー、よかった。持ってない。鈴木って言うんですか。はい、やった、嬉しい。それは良かった。うわー、絶対可愛い。あー、絶対可愛いやつだ。ありがとう。ありがとうございます。いえいえ。なんか色合いが可愛い、青い服と裏地がピンク、可愛い。可愛いわ。生きてる。めっちゃわかる。めっちゃいいって辛いの？ああ、ピンクだからね。辛いよね。飲んでみる？辛い。苦手なの癖が強くて。味辛い。お茶が好きだわ、うん、めっちゃプルプルやん。萌え なんでだよ。え、ちょっと食べてみ、うん、わかんないんだけど、硬いのか硬いのか、どういうこと、食べてもらえる。え、硬いのか、あの、柔らかいのかがわからない。怖い。食べていいよ。超下手くそなんだけど。でもヤバではないね。カラメルが焦げよくない。うん、サチ美味しいわ。サチだわ。チリ美味しい。これも美味しい、うん、こうなるとナポレオンパイね、お昼のやつのアロワインみたい。ウェイティング長くなくてよかったね。そうだね。どうしやす？柄がマークが変わる。